まいさん、はい返事早っフルスマイさん、はい、始まりましたよ。始まりましたね。あのこれ何ですか？第1回のリリマリーラジオかっこ仮ということで、うん、初めて初回は私とあの山田彩乃さんということで、私って誰ですか？クルスマイこと私と私山田彩乃こと私で、はい、お送りします。はい、お送りいたします。よろしくお願いいたします。かっこ仮なんだね。かっこ仮なんで、今から多分2人であの、うん、題名を決めていくとこから始まると思うんですけど。へえ、なんかさ、うん、すごいね。そうですね、リリマリのさラジオなんだよね。その名前全権私たちにあるの。決めちゃっていいんですかって。私は代表だから。まあ、そうですよね。まいちゃんと一緒に決めるんだね。私でいいんですかっていう感じなんですけど、逆にいいんですか？いいらしい。あ、本当ですか？ディレクターはそのように選んでいただいてね、ありがとうございます。本当に第1回目ですからね、はい、リリマリラジオをじゃあちょっともじっていきますか。ちょっともじっていく、もじっていくとなんかリリマリラジオ、ちょっとリリマリラジオ、リリラジオ、リリラジ、オリラジ、オリラジ私も今同じこと思って、オリラジのパクリの、完全にオリラジさんに申し訳ないね。そうですよね。それはリリラジ、ラジオ、リリラジオ、リリリリリマリ、リジオ、リジオ、リジオ、なんか違う。なんか言いやすい方がいいですよね。でしっくりくる。その方が浸透するよ、ね。そうですよね。リディよ、リディ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 、下手くそすぎる。もうあのね、はい、これバラしていい？バラしちゃダメ？バラすんですか？本当はこのラジオ撮り始める前にもうなんて名前にしようかって話をしてたんだよね。はい、そうですね。そうで。リリマリラジオ、リリラジ、みたいな話もしてて、そうですね。リリオいいんじゃないってなんか一回なった。そうですね。リディオに。今そこに持ってこうとしてまいちゃんが大失敗をする。そうですね。もっと早くリディオでいいんじゃないみたいな感じで行けばよかったです。いつまでも引っ張るから引っ張るから。ちなみにここどこですか？ここどこですか、うん、事務所の中でございます。そうなんです。あの普通ラジオって、はい、閉鎖空間っていうか、そうです、ね、2人しかいないとこでやるでしょ。ここもうガヤガヤしてる、うん、ガヤガヤしないようにしてくれてる。みんなシーンとしてくれてますけれども。そうなんですよ。本来はね、静かなところでやるべきなんです、ね、今ここは 1,2,3,4 5人ほどパソコンで仕事をしてる中で。そうですね他がちょっと熱すぎてですね。あ、そう、ここしか、ね、ここしかできるところがない。いないうね、そうですね。ということでいいですか？はい。リディオで。リディオに決まりました。ありがとうございます。じゃあタイトルコールみたいに言ってもらっていい？はい、第1回リディオ始まりました。こんな感じですか？違うと思う。リマリアラジオ。まず第1回が間違えてると思う。立つか。なんかチキチキなんとかみたいになっちゃう。第1回チキチキわかんない、なんかガキつかみたいな。はい、始まりました。第1回目のハスラジオリディオ、ハスラジオ、ハス初ラジオリディオ始まりました。はい、このラジオですか。ラジオはリリマリのみんなが誰に聞いてるの。ラジオですかって聞いてる人わかんないよ。誰も、私たちしか知らない。それはリリマリのいろんな子が出るっていう感じのラジオですかね、うん、この2人組も別に決まってないのもね。あ、基本2人で配信し、もう2人なのか3人なのかも分かんないけど、はい、まあ、基本2人だとは思います。はい、うん、でも私がずっといるわけでもないし、舞ちゃんがずっと MC 出るわけでもないらしい。じゃあもう誰か本当分かんないですね。じゃあリリマリ以外の方が出るっていう可能性もある。リディオなのにそんなことある？あ、そんなことはないんですね。リリマリラジオに来るってリディオでしょ？ゲストの方が来るのかなとか、そういう後々の結構ゲストはあるのかもしれないけどね。でもリリマリを全員出てね、リリマリのメンバーに全員出てもらうだけでもだいぶ、そうですよね、結構回数必要。そうですよね、2人ずつ3人ずつでも何人いましたっけ今リリマリって全員で。リリマリで言うとね80ぐらいはいるけど、まあ、全員は多分出ない
な。プロダクションの中でって感じですかね。20ぐらいかな、分かんないけど。でも結構結構いる。30 40, 40増えた今40ですって今40人、うん、すごい多いですね。全部ペア変えてやるとして何回になる？何通りっていうな、そんな問題出しちゃいますか？違う、あの全部違う人だったら簡単じゃん。え40人いて40人いてそう違う人だったら全員違う、全部の回が違う。指で数えても分かんないだろ。40人いて全員やったら、うん、で2人ずつやるんで、2人ずつやったら、うん、何回で終わる？なんで両手で考えて計算できんの？私そのやり方知りたい。50回？え違う。バカ。50回？ちょっと待ってください。なんで人数より多くなるの？あそこ。で40人いて、うん、2人ずつ出るの。2人ずつ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。数えてんの？7、8で2本折ったし指今。10、10、20回じゃないですか。で割り算しようよ。そうか、割り算があったんだ。あ、40かける割ってくれ2ですか。40割る2してくれ、割り算だから。40かける、なんで2なんですか。なんで頑固なの。え、わかんない、なんで掛け算したの。え、40割るか、そっか、40割る2は、え、2ってなんで2なんですか。2人組だから。あ、そうか。もう私15分喋れない。もう涙が出てきた。あ、でしょ、本当にダメなんですよ。小学校の問題、小学校のドリルから買ってやり直さねば。算数ドリルやろうか、一緒に。算数ドリルを多分やらねば、多分40割る2で、そうか、そうすれば早く出るんですね、答えが。だから私は逆に両手で数えるやり方を知りたい。すぐ手使うんですよ私。でも折り方も独特だし、見せたい動画で。2回とか1回2回3回よ。それで5回ってことなんですよ。なるほど、2人ペアだから。そうです、これ1で2本ずつ。そうそうです。それで、あ、こう、そうか、10人でこれで4、5回かみたいな。かける2なんだ。そうですね、それかけ算なんだ。逆に頭良くないと。すごい、これ第1回目で大丈夫、うんうん、もういや、もう27にもなってそんな問題もできないかな。27か、そっか。このペア相当やばいですけどね。やばいところに一緒に入れないでもらっていいかな。第1回って、なんで私も混ぜたの今。40割れにはできない。違う、すごいこの組み合わせがすごいなと思って。あ、本当、はい、そっか、すごいバカな、こう教えてもらう立場っていうか。泣いた。いや、ありがとうございます。泣かせました。全山田が泣いてる。すごい。あ、辛い。まだ8分しか経ってないし。あ、本当ですね。リディオでしょ。リディオでどんな話をしたいんだろうね。なんか1回目じゃん今日。そうですね、今回これがね1回目なん で、まあその40人いて、もし、まあ、仮に全員ね、まあ、スケジュールもあるから難しいかもしれないけど、はい、それぞれやっていくと、まあ、20回はいありますけど、この1回目が面白くなかったら、はい、外れる可能性がある。あら、どうしよう。あ、クレスもみたいな、山田もみたいな可能性がある。あら、どうしよう。私が本当に1回目で良かったですか。任命された。任命されましたからね、ありがとうございます。どんなことを話していきましょうか。どんな話がいいんですかね。みんな逆にどういう話するんだろうね。こう、リリマリの何を知りたい。リリマリのてかメンバーの一人一人の個性とかですかね。個性だったり、で時にはこうリスナーさんからこう何か質問を、まあ、もらったりもしたいけどね。そうですね、うん、もらってなんか答えていったりとか。個性知りたい、本当に。そう、その知りたいですか。こうだったら逆に知りたいですか。知りたいですかね。いつから聞いてるの。いや、ここだったら栃木と群馬のね、第1回が新潟じゃないじゃん。そうですよ、栃木と群馬の出身。なんなら今 AD やってる山目も群馬だから、ね、群馬だね。新潟の活性化がずっとしてるのに。地方出身者が新潟を活性するという。リディオは県外人が。そうですね、北関東組が、まあ、最後ね5分ぐらいだけど、まあ、はい、私たち北関東ですよ。はい、舞ちゃんは
栃木から来て、はい、私山田はね群馬から来て、はい、新潟の新潟とその地元の違うところ、新潟と地あに栃木日光で違うところ、うん、とか驚いた文化とかあった？一番驚いたといえばでも鉛かな。いやまいちゃんのが鉛ってるけど。いやいや違う、本当ですか？いやめちゃめちゃ鉛ってる。自分の名前も鉛ってるからね。クルスマイです。そんななってますか？なってるよ。あらやだ。なってるよね。みんなそう言うよ。あれ嘘、そんなに鉛ってます？なってるね。あらやだ。どうしましょう。クルスマイです。それも違う気がする。クルスマイです。クルスマイです。今なまってました。あもうなんか顔がなまってる。顔がわかんない。顔が田舎みたいな顔してるって言いたいってことですか？違う。顔がなまってる。もうドヤ顔がすごくて。あこんなに笑っててラジオになるんだろうか、ね、これ。顔がどうやってる。でも顔がどうやっててなまってる。なまり、あでもなまりは結構すごくないですか？新潟のこのおばあちゃんとかは。どういう感じ？でも柴田だもんね。そうですね、柴田の本当にあの海側というか、ね、でそこのそう今の高齢の本当80代ぐらいのおばあちゃんたちはもう本当、うんうん、早口だし鉛がすごいし何言ってるか本当わからない、いまだにわからないです。確かに、ね、はぁーってすぐ言うんですよねそんなこと言うんですよあ早くてブワーって喋ってはぁーなんかいや何か言うとはぁーほんでさ、ほんでさ、ほんでさ、はぁフランス語みたいばあちゃん、待ってばあちゃんばあちゃん、ごめん何言ってるか分かんないでも分かる、あのね私もうちの西区のうちの方に大学の頃住んでたんだけど、はい、そっちの、まあ、その地元のなんていうのスーパーというかコンビニみたいなところでバイトしてた時、はい、もう指示が全く分かんなかった。あ、そんなにですか、ま、なんかそうこれ出しといてとかこれをやっておいてっていう指示がもう早口すぎて結構からない、漁師の町だから余計な言葉も結構荒くってなんかもう真似できない。本当にそんな感じ、もうカンカンべちゃってどうのこうのガンガンべちゃってどうのこうのカンカンもわかんないしべちゃってもわかんないし何べちゃってって言うんですか新潟の人。うん、なんか空き缶、カンカンがもう空き缶なんて。あ、カンカンって言うんだ。そう、空き缶をべちゃってだから、で要はその、まあ、コンビニとかだからそのゴミ箱に溜まってる空き缶を袋にまとめて捨てといてっていうのをカンカンべちゃってって。あ、べちゃってって潰してる、潰すじゃないの、捨てる。あ、べちゃってって言うんだ。そう、すごい、初めて。全然わからない、べちゃって、べちゃってって。へー、いやでも鉛は本当に結構こっち来て最初一番苦労しましたかね。まだわかんないのあるもんね、うん、あります、全然あります。未だにちゃんと会話ができていないですどうやって生きてるのいや、あの半分は理解できてるんですよ。そうそう、なんか言いたいところはちゃんと分かる。あ、だからここあそういうことねみたいな。でもちゃんと全部は分かんないです、何言ってるかは。何回も聞き返したりしない？何回も、いやもう止まって考えて最終的にいや何言ってるか分かんない考えても分かんない。今日とかもすごい、なんかあと おばあちゃんなんで、結構うちの住んでるおばあちゃんは、一緒に住んでるおばあちゃんは結構すごいなんか強気というか、うちのすごいんですよ。ネット乗るけどいいですか。それ結構強気というか、すごいあの、いや多分その村の風習的な感じなのかな。それ結構今日も来る時に、うん、じゃがいなんか下降りてきたらめっちゃ焦げ臭くて、うん、何焦げ臭いと思ったらめっちゃじゃがいもを多分ふかしてたんですけど、もう水分全部なくなって最終的には焦げてんのにめっちゃ超火力で強火でめっちゃボーってなってて、ばあちゃんじゃがいも焦げてるよって、はぁーって、はぁーおめさん仕事行くんか今から、いや冷静かーって思って、すごいめっちゃ鍋焦げてるのに、なんか方言の話よりまえちゃんの喋り方気になって入ってこなかったんですか、うん、いやすごい、こんな家事一歩手間でめっちゃ焦げてるけど超冷静じゃんばあちゃんっていう感じのこと。すごい、方言とかじゃなくておばあちゃんの心持ちの問題な気がする笑い方ちょっともうこれラジオなんないよ、私も喋れないもん、もうそんなかつぶし魔みたいな笑い方あるカッカッカッカって、もう本当に無理、かすれた声がちょっと出てこういうことないですか？ないよ、カッカッカッ、こういう笑い方
私だけですか。うわないよ、通常ではない。初めて笑われました 笑い方カッカッカはならないし、初めて聞いたし私も涙が止まらない今日ね第1回目たくさん綾乃さんが泣かれたいということで泣かれたって泣かしたんでしょ。泣かしたですね。いやでも笑い泣きということでいいことなのでありがとうございます。いやいや第1回目がねそう、はい、大丈夫だったのかこれ。内容が全くない、ね、内容が、まあ、うまくまとめてもらって一応の題名がねリディオに、リディオになりました、なりましたので、はい、まあ、次回以降、まあ、どんな話をするのか、まあ、リレーとかでもいいかもね。そうそう、次はこれについて話してくださいみたいな。あじゃあ次は何ですかね。地方を今回地方の喋ったから、まあ、我々県外からね、はい、次回は次回はいちいち超突っ込んでくる、めっちゃ突っ込んでくるこう喋れない。あいちゃんが悪いんじゃ、突っ込まれるようなことするから。普通に喋ってるの。喋ってないよ次回はなんて普通に喋ってないよ次回は、次回はね、次回はどうしましょうか。 何がいいかな。次誰が出るかにもよきっとよりますよね、うん、誰でも対応できる話にしたらいいんじゃない。じゃあ何でもいいと思う。別に新潟じゃなくてもいいし、なんかもしこうだったらとかでもいい。もしあなたが何なんか、もしあなたがなんか何でもいい。もしあなたが遊園地作りたいじゃないか、何でもいい。なんかテーマパ、何だろう、どんなことでもいい。もし魔法が使えたらみたいな感じで。興味ないねあんまりね、ごめん振っといてあれだけど。で笑い方独特すぎない。まあでもこれ多分ほとんど笑ってるところカットされると思うけど、マジで笑い方独特すぎる。うまく編集お願いします。もしもじゃなくても、何がいいかな。もしも次回のネタぐらい考えておいてあげたいよね。そうですね、何の生産性のない話をしてしまったので20分近くもしも、将来の夢とかですか。どうですか。そんな急に面接みたいなこと聞くの。今後の、今年の目標とか真面目か。真面目。じゃあもしも今年一番夏バケーションしたらどんな夏バケーション。今みんなに動画をお送りできないけど、ゴリラみたいなドラミングみたいなことしてた今。今年一番夏楽しんだこと。今年はなかなかね厳しかったけど、 ね、はい、その中でもどんな風に夏を楽しんだか、そうですね、2人に喋ってもらいましょう。ありがとうございます。今日の収穫はまいちゃんの笑い方カッ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 って笑う。ああ初めてその笑い方でめっちゃ笑われたんですけど、みんな笑ってるよ。本当ですか。今音入んないように必死にこらえてたけど、みんな笑って。本当ですか。初めて笑われました、うん、笑い方に対して。逆になんでみんな笑わないの。なんで言ってくんなかったんだろう今までみんな。はって笑えばいいんですね。笑い方って難しいですよね。はい、じゃあまいちゃん締めてください。はい、それでは今回は、はい、第1回目山田彩乃と、はい、クルス舞がお送りしました。はい、ありがとうございました。よろしければ、はい、よろしければ、チャンネル登録、チャンネル、よろしければチャンネル登録とグッドボタン押してください。押してくれるかな今日の内容で。お願いします。よろしくお願いします。またね。はい、ありがとうございました。バイバーイ。呼ばれるかな次。呼んでくれますかね。大丈夫かな。